演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちら、スターバックスのスコーン2種類とこちらのマシュマロカフェの缶を食べたいと思います。どれも美味しそうです。どうも、こちらのストロベリースチーズケーキスコーンからいただきます。いい香りです。最初のストロベリーチーズケーキスコーンはチーズにストロベリーの酸味があったのだと思うんですけど、ちょっと物足りない気がしましたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと追加で点数かなって2番目に食べました。こちらのマシュマロカフェの方に行きましては、開けた瞬間にココアの甘い香りがこうやって漂っていって、普通にいた瞬間にその赤ココアと何度かにマシュマロがふんと口の中で初めて乾燥さが広がって、とっても美味しいのでこちらの点数とさせていただきます。そして最後のチョコレートスコーン、これは店舗によってあったりなかったりするんですね。だから逆に言うと、これにあってない店舗では他の商品を販売してそうなので、そちらも買ってみたいですね。おっと、話が逸れてしまいましたね。こちらはストロベリースコーンに比べるとオレンジの酸味がしっかり効いていて、チョコレートの甘さ、ほろ苦さもあって美味しかったのですが、スコーンはやはり飲み物を食べるのが全然ちょっとパサパサしてしまったなんていうんですかね、唾液持ってたね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。視聴ありがとうございました。コメントしていただければ嬉しいです。エンドですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。